はい、お便りレコードよすかにです。お便りレコード一気です。はい、あれだ、ある、すごい。まあいいよ。今日はですね、皆様にお礼を申し上げたいというところでございますね。はい、はい、なんとおたれこ TV というか YouTube が累計400万回達成しました。イエーイ。ちょっとノリが悪いです ね、本当にね。一番若いのに。そうあの成瀬くんがいるんですけどね、俺ら必死で盛り上げてるのにさらっと仕方でした、ね、僕はいいですよ、陽介管理人が盛り上げてるのに俺も管理人仕方でもなかなか大物ぞろいということではい、まあそんな偉いもんじゃないというわけでございます。で、まあ400万回というのはもう私どもも、もう想像ができないぐらいの回数だというところで、はい、まあもちろんそのある程度のですね、時間とコストをですね割いて、はい、まあコストってもう大したことないんですよ絶対にコストかかってないだろうとまあまあでも一輝くんがちゃんと字幕入れたりとか、あれ結構大変だからね。そうですね、うん、でやっているんですけども、まあそれをもう上回るぐらいというか、もうあり余るぐらいですね、皆さんにはご覧いただいても、本当に私どもも皆さんがご覧いただけるからこう作ろうかなという気持ちになるというところなので、はい、まあ、本当にありがとうございます。はい、もう感謝しかありませんというところで、はい、でまあ世の中ですね、まあ、感謝という、はい、まあ、よく歌詞とかでもありますけど、はい、口では何とでも言えるというところで、はい、やっぱり行動しないといけないということで、まあ、捻出をさせていただこうというところで、はい、ちょっと一輝くんお持ちいただいてるということで、はい、まあですね、前回も300万回の時はさせていただきましたけど、さらに今回はグレードアップしたものを差し上げようと思います。あ、ちゃんと隠して持ってきたというところでね、はい、若干バレてるかな、いや、わかんないね。はい、ということで、何を持ってきていただきましたでしょうか。はい、こちら、はい、じゃん、ビートミックス4。おお、ヨンちゃんのあのリループのセラート DJ イントロで、ま、問題なく、もう EDM もハウスもテクノもヒップホップも余裕で回せるというあのビートミックス4ですか。あのビートミックス4です。いや、これはすごい。これをもらえるということでいいですね。で、これじゃないですよね。これじゃなくてちゃんと新品をもらえる。これじゃちゃんと新品をもらえます。おお、これは素晴らしいですね。はい、まあできればですね、全員に差し上げたいところではあるんですけど、はい、まあそんなに世の中甘くないというところで、はい、抽選とさせていただきますと、はい、はい、で今回ですね、確率、抽選当選確率が倍になる方法があります。はい、裏技的な、はい、なんとツイッターで、応募ページ行っていただいて、ツイッターのボタンを押すとツイートってやると、ツイートってやってから、応募フォームに、ツイッターのですねアドレスを書いていただくと、はい、なんと応募確率が2倍になるという特典もついておりますので、はい、まあこれで DJ 満喫していただければなというところです。はい、で応募期間なんですけど、2015年の、はい、1月15いっぱいと、金曜日かな、あ、2016年の、1月15の金曜日いっぱいとさせていただきますので、はい、まあ、皆さんですね、振るってご応募いただければというところでございます。はい、であと、リループ、まあ、これドイツのメーカーではあるんですけど、はい、今非常にお買い得のセールやってるんで、そんなんもう来お正月まで待ちきれないという方はですね、もうとっとと買っちゃってくださいということで、もう数も少ないので、早く買った方がいいですよというようなことでございますね。はいはいはい、ということでございますが、ちょっと400万回突破ということなんで、まあもちろんですよ、もちろんああいうジャネット・ジャクソンとかさ、はい、そういう人はもう一発で400万回とかいっちゃったりするんで、ね、はい、まあ俺らみたいな人は
もうひょっとしたらそういう人からしたら蚊みたいなもんかもしれないですけどただですね、まあこの一人一人のこの長いですね、うちのやつ。そうですね、はい。なので、まあ本当になかなかやっぱりこうできないということなので、はい、ちょっと一句皆さんにちょっとメッセージをちょっと、はい、メッセージですか。メッセージを、はい。そうですね、まあ一番編集担当してるの自分なので、うん、まあ、身近に YouTube は感じてまして、だいたい今年出た動画は、まあ、大体自分が、うん、そうだね、はい、うん、2月からお世話になってるので、うん、で、花から動画担当だったので、うんうん、本当にいろんな反応をくれたり、うん、あとは、初めて SKC に行った時に、はい、僕全然知らない方だったんですけど、うんうん、ずっと話してて、うん、最後の最後に私、一輝はそんなやつだとは思わなかったって言われるぐらいあ、実は知ってたっていうね、はいはいはい、向こうが知ってて、まあ、はいはい、ちょくちょく出るようにもなって、はいはいはい、あの SKC っていうのはあのスクラッチのイベントね。そうですそうです、うん、スクラッチの講習会でね、はい、うん、それで一輝くんも行ったんだけど、初めは知らなかったんだけども、実は向こうが知ってた、知ってたっていうね、はい、うんうんうん、のもありますし、あとは一方的に知ってる方もいますし、うん、あのメーカーの方とか、あと最近よく出られる重森さんとかも、うんうんうん、最初は僕動画の中でしか知らない方でしたし、うんうんうん、なんかそういうもうでかい影響力とか身に染みて感じる、うん、この YouTube の動画が、うん、まあ、400回400万回ですから、400回じゃないですよ、400万回、はいはい、自分ちょうどやって300万回行って、うんうんうん、もう100万行くかなと思ってついに超えた線なので、うん、はいはいはい、すごい嬉しいですし、うんうんうん、本当に皆様があんなに長いのを一生懸命見て、うん、でちゃんとこうレスポンスしてくださるおかげで、はい、こちらもどん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 提供できるようになったので、うんうん、まあ、これからもですけども本当によろしくお願いいたします、うん、ということでね、素晴らしいあの温かいメッセージありがとうございます。あのあれだよ、あの重森さん、準レギュラーのさ、はい、重森さんこの前あのイベントで俺がいてさ、で重森さん、あの俺にそのある人が話しかけてきて、はい、あれって重森さんですよねちょっと一緒に写真撮ってもらいたいんですけどって、で俺が仲立ちしてさ、ちょっと重森さん写真撮ってあげていいとか言って、え、俺はみたいな俺はいいのみたいな。でも お問い合わせ電話とかで、はいはい、うん、いつも YouTube 見てるんですけど、はいはいはい、もしかして陽介管理人ですかって聞かれて、はいはい、あ、すいません、ちょっと一スタッフなんですよって言ったら、あ、そうですかいや、それはがっかりされる、あのそれはなりきってください、なりきったらいいですねあ、そうです、うん、そうそう、あ、いつもありがとうございますあの電話じゃ分かりゃしないからねまあそんなこと言ったら、はい、まあ、というわけでございまして、あ、はい、今はあの、まあ収録してる日付は12月3日という4日です、ね、あ、4日か、うん、4日ということなので、まあ、12月の初旬には、初旬っても初旬かまあ上旬には、はい、あの告知して、で、1月の15にアップされるということでございます。で、まあ今後なんですけど、はい、まあ500万回、まあ、目指してっていうかさ、目指してっていう感じでもなくて、ね、まあ、まあいい機材があればこうもう粛々と足元だけ見つめて、はい、紹介していくと、はい、いう、まあ、よくあるじゃない、そのワールドカップとかさ、予選とかでもさ、もうこのまま、予選突破いけますねとかさ、はいはい、優勝いけますねって、いや一試合一試合やっていくだけですそんな感じだよね、そうですね一個一個説明していくだけです、はい、みたいな、まあ、そんな感じでございます、はいはい、で、まあね、励ましの、応募の時にメッセージが入れられるようになってますんで、励ましの言葉とお待ちしておりますので、はい、で、あのディスるのはね、読みませんのでプラスなことしか、そうだ、クレームに、企業の成長の、鍵があるみたいなことは、そういうビジネス書に書いてあったんだけど、別に成長したいとも思ってないしなるほど、うん、そうですよ、はいはい、ハートが弱いんでね、うんうん、優しくしてくださいという、はい、ことでございます。まあそんな感じかな、はい、うん、まあより良くはしていきたいなとは思います。まあでもね、まずは続けることが大事かなと思いますもんね。ね、まあ500万回また行ったら、500ってやっぱさ、はい、ね、結構いい数字と言いますか、もう、うん、ピンポイントに切り返しの、結構だからちょっとすごいことが待ってるかもしれないというところなんですけどね、はい、まあちょっとお金を
貯めて YouTube おたれこ YouTube あ部はあ部活の部ね部活の おたれこ YouTube ってあの本当に貧乏なんでそれ自体で収入がないもんですから、はい、あのなんか有料バナーもつけてないしね、はい、うん、なんでまああれですけどちょっとなんかこう、はい、ガバッといきたいなと思いますので、はい、はい、じゃ あ, あの応募の方ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。